どうも皆さんこんにちは、はるちゃんでございます。はい、今回はですね、この3連休中にちょっと買い物に出かけて、その先でですね、ちょっと試してみたら、あ、これはちょっといいかもしれないっていうね、なんかスティックタイプのファンデーションをね買ってきたので、今回は、はい、実際顔に塗ってね、そのスティックファンデーションのレビューをね、していきたいと思います。はいはい、それではですね、そのスティックタイプの、ファンデーションというのがこちらですね、タイムシークレットの、ミネラルエッセンス BB、私はナチュラルオークルをね、購入いたしました。なぜ、このバータイプに惹かれたかっていうのは、まあもうここ2年くらいかな、もうなんかその育児とか疲れてて、なんかもう無気力状態だったわけじゃん。だからまあメイクとかもするんだけどさ、ファンデとかもさ、やっぱ液体だとさ、やっぱ伸ばしたりとかさしないとダメだし、あとこうほら、まあ、手が汚れちゃったりする場合とかもあって、まあ手間がかかるじゃかかるじゃない。だできるだけこうね、休日出かける時とかささっと済ませたいとか、まあその平日でもね、ちょっとファンデだけ塗っとこうって時に、なんかこう液体ってめんどくせえなって思う時があって、だ結構バータイプを使うことが結構多くなってきたんですよ。はい、だこうね、塗ってスポンジでささっとやるだけで手も汚れずすぐ済むので、それがまずね惹かれたところですね。じゃ早速開封してみます。もうテスターでね、ちょっと手の甲とかではやってみてすごく良さそうだったんですけどね、はい、こんな感じの、はい、まあ、手のひらサイズの形になっておりますね。こんな感じですね、はいはい、とても顔に塗りやすそうです。で箱の裏面も見て気に入ったのが、この環境刺激からお肌を守るってことで、乾燥、まあ、紫外線 SPF25 あるので、まあ、普通に出かける分には問題ないかと思います。で石鹸でも落とせて、なおかつウォータープルーフで、ピタッと密着、カバー力自由自在、ポイントカバーにもおすすめっていうことなんで、まあ最初ささささっと塗って、まあ、私気になるこれ赤みだったりとかシミとかもこうポイント的に塗っちゃえば、まあ、すぐさっと済むよっていう、まあ、そういう手軽さがね、あ、めんどくさいなって思った時とかね、もうなんかもうぴったりだなっていう風に思ってね、はい、すごく惹かれました。そしてね、なんか歯科配合ということでツボクサエキス保湿成分も入っているということで、まあその乾燥からもね、はい、守ってしっかり保湿してくれそうっていう感じですね。じゃあね、こう出したところで早速化粧下地、最近はこれ塗ってるんだけどね、はい、豆乳イソフラボンのね、塗ってから、これ塗っていきたいと思います。休日なんかはこうやって塗ってる間も5歳の、長女が、ママ見て、ママなんとかできない、ママ次女がさ、次女がなんとかこぼしちゃったみたいな、そういう感じになるわけで、ああはいはいはい、分かってる分かってる、うん、まあ、ちょっと待ってみたいなさもうそんな状態だからねまあそんな状態でママメイクするわけじゃないですか、大変だよねはい、じゃあね、化粧下地塗れました。まあ、これも結構ね、すごくトーンアップしてツヤも出してね、しっとりしてくれるね、化粧下地なんで気に入ってるんですけれども、まあ、メインは今日はね、メイン、はい、これで使っていきたいと思います。で、前もレビューしたと同じようにね、こっちの方私ね、見て左だと思うんですけど、こう右のね、このシミそばかす結構ひどいので、まあ、こっちの方がね、カバー力とかまあ見やすいのかなっていう感じがするので、こっちをね、まず半顔塗っていきたいと思います。はい、はい、じゃあ早速いきますよ。はい、まず5ミリ程度なんか出して、中心から外側に向かってこうやってやってくるんで、まあ、こんな感じで これでこういう感じでやっとこうか。はい、であとは、まあ、指の腹でこうやってなじませるのもいいんですけれども、やっぱり手を多少汚れちゃったりもね、液体ほどではないんですけどしてしまうので、それが嫌ならばやっぱりこうスポンジでね、はい、こうやって叩いてなじませていくのがおすすめなんだそうです。うん、ね、見てよ、うん、ちょっとささっと塗っただけでもうだいぶカバーされてますよね。かすかに見えるけれども、まあ、つけてないのと比べるとカバーされてますよね。で何よりすごい、なんていうの、なんか密着感がいいめっちゃ密着感がいいんだけど、なんかこう自然素肌っぽいというか、そうか、つけ心地が軽いってやつですね。そうですね
そうですね。めっちゃ動くけど、あ、いいわこれ。そう、手の甲に塗ってさ、塗ってみただけだったんだけど、え、めっちゃ自然じゃん。で、しかもさ、その密着も馴染んでいくしさ、で、私の気になるこの赤みとかは後でこうポイント的に乗せていこうかな。はい、そう思ってます。はい、じゃあまあこんな感じで、版画を、塗り終わりました。いかがでしょうか。まあ、だこっちがさ、ほら塗ってない方なんだけど、こう素肌感を残しつつ、あのカバーされてる感じですよね。まあ、若干やっぱちょっとね、そのポイント的にさっきも言ったんだけど、のせないとちょっと赤みとかはねカバーできないし、やっぱうっすらちょっとまあ濃いシミはね、やっぱりカバーはちょっとしきれないかなっていうところはあるんですけれども、まあ一回つけただけですけれどもね、まあ、こっちほら化粧下地だけと比べるとさ、まあ、その素肌感も残しながらもこう、うん、セミマットな肌に仕上げてくれているような感じがいたします。とりあえず、はい、まあまあ、ね、ポイントを押さえるときはやっぱ指を使わないと、ね、なかなか難しいとは思うんですけれども、こう赤みが、あ、赤みもいい感じで、やっぱポイントでつけるとカバーできる感じですね、はい、あ、超綺麗じゃん私超綺麗、めっちゃ良くない、これ見て見て見て、すごいよ、綺麗にカバーできてます。ここのね、私の頑固なシミは、まあそれはね、うん、あのどうしても消したかったらやっぱり強力なコンシーラーが必要でしょうけど、もう普通に過ごすんだったら全然問題ないよね。まあ5つ星中だったらもう4つ星はあげても全然いいんじゃないかってぐらい、まあ普段使いには活躍してくれそうな、ファンデーションバーだと思いますよ。はい、引いた方がわかるかですね。いや、いいよこれ、うん、いい。はい、じゃあそしたらね、こっちのもう片方も塗っちゃって、まあ、全体的に塗っていきたいと思います。いかがですかね。なんかちょっとこう、まあ、その下地の効果もあるんだけど、ちょっとまあツヤも少しありつつ、まあちょっとマットっぽいところもありつつっていう感じなんですけど、気に入った、いや買ってよかった、これ本当超おすすめです、はい、なので私のように、あ、もう育児に疲れ果てた、あ、メイクする余裕ない、もうなんかメイクすることすら無気力になってた私がね、こんだけ気に入ったので、で、しかもプチプラなのでね、はい、同じ育児で大変なママさんおすすめできる、ミネラル BB だと思います。パウダーで仕上げてしまえば、まあ、サラッとしてね、はい、マスクつけるときなんかはやっぱし、うん、こんな感じで仕上げれば、まあ、自然な感じになるんじゃないでしょうか。ということで今回はですね、こちらの、まあたまたま買ってみてよかったタイムシークレットの、ミネラル BB、 ミネラルエッセンス BB レビューしてみました。チェックしてみてください。はい、でですね、もう9月入って秋になったので、まあ、久しぶりに、うん、秋メイクやってみるかなんて思ってたら、セザンヌのね、このトーンアップアイシャドウの新しい色、これ09番ブリックブラウンっていうね、ちょっと私好みな色のアイシャドウが出て買ってみたので、まあ、これを使ってですね、秋っぽいメイクを、はい、してみたいと思うので、はい、この後にね動画出したいと思います。それではまた次の動画で会いましょう。またねー、バイニャン。